はい、どうも岡崎グリーンメンテナンスです。今日は、朝のね、通常コースの、通常メンテナンスのゴルフ場で、朝のねグリーン狩りを今から始めようかなと思い、管理棟から、コースの中に、移動している最中です。でグリーン狩りの刈り込み自体もそうなんですけど、こういったね、移動時の注意点としましては、やっぱりね後ろに、大切なね、グリーンモアを積んで走ってますので、なるべくそんなねスピード出さずに、デコボコな道はこうゆっくりね走ったりっていう、なるべく気を使って、走らないと、グリーンモアをね、落としたり、あとこう微妙にね揺れでこう高さが変わっちゃったりなんて、もしかしたらあるかもしれないんで、そういうのでね、注意しながら、走っています。でカート道路は比較的綺麗なんですけど、管理道路っていうのはねもうほとんどもうデコボコのコースが、ほとんどだと思いますので、そういったところをね注意して、走行しています。あと狭いね管理道路とかカート道路になると、やっぱりね芝生の中に入る、どうしてもね入らないと、通れないっていう場所もあると思いますんで、そういうところもね、なるべくこうジュクジュクしてないようなところを選んで、走るように、しています。ということで、久しぶりのちょっとねロング動画を撮ってみようかと思いますんで、今からねグリーン狩りの様子、あと注意点もね含めて、これから、刈り込みを行っていきたいと思っております。ということで、後ほど。はい、ということでですね、コースの中来ましたので、今からねグリーンモアを下ろして、刈り込みを行いたいと思っております。でこうやってね、縛るコースもありますし、あとそのままね積みっぱなしっていう、ところもあります。でこういうところ、後ろからね、他の管理の方が来たり、あともしかして点検でね、あのコース点検かなんかでマスター室の人が来たりするっていう場合もなくはないんで、こういう場所をね1台通れる分に、確保しています。まあこれね袋に入れて、カスをねこうやって袋に入れて回収っていう形ですね。あとねこういうところもちゃんとね、かかってないとこうずれてたりするとね機械取っちゃう恐れがありますんで、こういうところもね十分確認しながらやらないと機械をね落として、修理っていう形になっちゃうと思いますんで、私はなるべくねこういうラフに、止めて作業を、あのタイヤをね外しますけど、それなぜかっていうと、あのカスをねカスが落ちる時があるんで、こっちのアプローチだと結構ねカスが目立っちゃって汚く感じちゃうんで、このねラフなら深いんでその中にカスが、入り込んでしまうんで、目立ちづらいのかなと思ってラフに止めるようにしております。であとねこういうボールマーク一通りねグリーンを見て、あと
こういうねピン初めに抜いちゃって、でターンに邪魔にならないところに置いて、あとボールマークもそうなんですけど、例えばね枝とかあと葉っぱとかね、そういうのがあるとあのグリーンをね傷つけてしまいますんで、そういうのも、点検しながらね刈り込みを行っております。でここはショートホールになるのかな、なので結構ねボールマークが多いんで念入りに見ないとグリーンがね良くならないんで、まあこういうねこのぐらいの葉っぱであれば別に大丈夫だとは思うんですけど、枝とかちょっとね風が強い日なんか枝とか結構落ちてる時があるんで、そういうところをね気使ってっていうか、そういうところもね見て、刈り込みを始めております。ということで今から、刈り込みをスタートしたいと思います。はい、ということでね刈り込みを、開始したいと思います。外周から、刈っていきます。そういうね外周から刈ってっていう指示が出てんで、外周から刈ります。この外周はやっぱり傷みやすいんでゆっくりね、刈り込まないと、一番、グリーンの外側っていうんですかね、際が、すぐ、ね、ダメになってしまうんでゆっくり、刈るようにしています。出ちゃってるんで分かりづらいですね。後ろが私の後ろがティーグラウンドなんで、ティーグラウンドに対してこう左下から右上に上がるライン、に刈り込んでくださいっていう指示だったので、まあ、一応ねこのカップを基準に1本目入っていきたいと思います。ゆっくり下ろさないとかじったりね、しちゃうんで、この辺を注意しながら刈り込んでいます。まあ、上げるときはねタイミングを合わせて上げればいいだけなので、まあ、こういう感じですね。私の場合ターンの時アクセルをね緩めるようにしています。結構こうアクセル戻さないでね、ターンする人もいると思うんですけど、まあ、ちょっと慌てるのも嫌だし、あとこのグルっていうのがね、なんだろう、ゆっくりターンしたいタイプなんで、アクセルを緩めるようにしています。
から入ってきたんで、今度、反対側刈るときは、逆からね進入して刈ります。ゴルフ場によって機械が全然しなかったり、あと癖がね、あったりしますんで、その点はね、こう私がというか体を合わせないとね、ダメなんで、その辺は結構大変な場合もありますけど、まあ、大概ね使ってる機械も一緒ですけど、ただね癖がねあるとちょっとやりづらかったりするんで、まあその辺刈る前に用途が聞いて刈るようにして、あともうずっとこれの往復で繰り返しなんで、ちょっとねしばらく刈り込みに集中していきたいと思います。はい、ということでですね、グリーン刈り終了です。まあこういう感じにまっすぐね、刈れれば、まあ、綺麗に見えるかなと思います。今から、ピンをね立てて次のホールに向かいたいと思います。ですね。ね、はい。ということで、移動します。はい、ということでですね、2枚目の2箇所目のグリーン刈りを今からね始めたいと思います。で、今度はね、ちょっとカメラを設置して、撮影したいと思いますんで、今からね、ボールマーク直して、あとピン抜いて、あと外周刈って、左下から右上にグラインで、刈り込みを行いたいと思います。ということで、今から開始します。
はい、ということでですね、一通り、グリーンカリーの、ね、様子を見ていただけたかなと思っております。でやっぱりね、注意点としては車っていうか移動するときですね、機械をね損傷するような運転をしないってことと、あと車をね U 字工法とかにね落とさないようにっていう注意点、あとは芝生をねなるべく通らないっていうことですかね、移動時はね。あと機械の積み下ろし、歩み板をね踏み外したり、あと機械を落としたりっていうことのないようにですね。あと機械勢いよく下ろすと後ろにね何か石とか、あと芝生がへっこんでたりすると自分のね足首をこう曲げてしまったりね骨折したりっていうそういう危険もありますんで、止めるところにもね十分注意して、安全にね下ろせるような場所で積み下ろしをするっていうことと、あと刈り込みの時、まあ、まっすぐ刈るっていうのはね基本なんですけど、あとカラーなんかね絶対刈り込まないようにっていう点ですかね、あと刈り残しがないように、それだけですかね、刈り込みの注意点としては。あとは、まっすぐ綺麗にね刈って、あとカスが落ちたら、そういう清掃を行ったりっていうぐらいでしょうかね。ということで、今回朝のねグリーン刈りの様子を見ていただきました。また機会があればね細かくね説明しながらやりたいんですけど、なんせ、こうやって一人でね自撮りで撮影してますし、あとねお客さんやっぱ仕事中に撮影してるんで、お客さんにね追いつかれたりするとまずいんで、まあそこそこにして、撮影をね合間合間見て行っています。ですのでちょっとね伝わりづらかったり分かりづらかったりっていう点はあるかと思うんですが、まあ、ご了承くださいということで、また、機会があったら、ちょいちょいアップしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。